そばかるんじゃない？ちょっと重い。趣旨もっと柔らかくいこうよ。じゃあ第3回はこのタイトルを考えようにしよう。これどういうタイトルならやりやすいとかありますか？いや、堅苦しいよね。いや、そうですね、うん、上原野球塾とかではない、ね、もう堅くやっちゃうと、はい、まず笑いがなくなるし、はい、うん、そうですね。まあでも、その何か指導するっていう時は真剣に答えるし、はい、うん、あの視聴者にこれ募集してみようかと思うんですけど。ああ、それもいいね。あ、いいですか、うん、それで募集して選ぼう。上原さんに選んでいただいて、うんうん、やりやすいのを考えて。いいね、面白いんじゃない。ちょっと今日は真面目に教える回として、はい、少年野球のピッチングを見ていただきたいなと思いまして。何歳の子？これは小学校6年生ですね。投球フォームを見ていただいて、うん、まずバーンって出てきて、憧れの選手山田哲人。そうなんですよ。僕もこのここは消しとけよ。いろんな角度から撮ってほしかったな。あ、撮ってるよ。これもし上原さんが、あ、ここはこうした方がいいよって言うとすれば、左足がついた後にファースト方向に流れるよりも、もうちょっとホーム方向に流れた方がな。あ、体がちょっと左側に、一塁方向に流れちゃってるから、じゃ悪くはないんやで。悪くはないけど力の伝わり方がもったいないなと。投げ方はその左足ついた左足が多分弱いっていうか、まだね、まあ6年生やからまあ仕方ないけど、左足がついて右足を一塁方向じゃなくてホーム方向に出すような感じでやった方が力は伝わっていくんじゃないの。フォームすごい綺麗よね。体重移動とか多分、ね、もっと球速くなる、うんうん、完成されてるよ。あ、増田くん今ちょっと喜んでますね。本当だよ。ここだけだよ。直さなあかんの体重移動と山田ですと。増田結衣くんから一応上原と選手に聞きたいことっていうのが2つ来てまして、うん、はい、1つ目が、子供の頃どんな練習をしていたかという。練習ってでもそんな厳しくなかったし、一人でやってる時はその本当に団地の壁当てしてたから、うん、1回上がる時に階段が5段あるんで、一番上と一番下をボールっていう風にして、真ん中の3段をストライクってしてこう投げてたりしてたけどね、うんうん、今壁当てしたら怒られるでしょ。そうですね、団地住まいやったんで、はい、そういうのをやってたけどね、あの小学校の時は。あと松田君からもう一つ質問がありまして、バッターでとんでもないなって思った記憶に残ってる選手いますか？俺がずっと言ってるのはカブレラよね。あ、デトロイトの、はい、でも21年間で唯一逃げたバッターですね、僕が。ああ、本当ですか、うん、それすごいですね。こうフォアボール出したもんね。なんかね、変な残像が出てきたの。どこ投げてもなんかスタンドに入ってるような残像が投げてる時に出てきたんで、あ、もうちょっと怖いと思って。めったにフォアボール出さないことで有名でしたもんね。出したね。あの時はもう顔も見たくなかったね。実際打たれてたしね。はあ、しかも対戦もそんな対戦あるわけでもないけど、うん、もう打たれてるイメージしかないもん。もう体もとんでもなくでかいし、はい、うん、その嫌だなと思った時が、彼が三冠王2年連続くらいかな、はい、の時かな。上原さんがこう、例えばメジャーを目指したい日本の選手に対して、うん、まあ、将来目指すならこういうことをやっておいた方がいいよっていうことってありますか？英語とかコミュニケーションで別にそんなに困るようなことはないんですか？まあそれはペラペラぐらいになればね、はい、そっちの方がいいでしょうけど、はい、そんなに困ることはないです。ちなみに上原さん、英語はどんな感じですか？喋ってない。全然喋ってない。関西名で喋ってる。キャッチャーがマウンドに寄ってくるじゃないですか。もう早く帰れっつって。
じゃあキャッチャーが何か言ってきてても何言ってるか分かってなかったんです。分かってるよ。あ、なんとなく分かって。大体次のボール何投げたいとかっていうのはね、そのファール続いたりすると、キャッチャーって結構迷ってくるんで、はい、でピッチャーに次どういう球投げたいっていうことを言われるから、はい、こっちに答えて。で2球連続フォーク頼むとか、そういうのを言ったりはする。キャッチング日本人の方が上手くないですか？日本人の方が全然上手い。そうですよね。なんか日本のキャッチャーの方が、なんか動かないし、なんかいい音させてんじゃないかなっていうか。まあ、その、いろんな考えをアメリカ人のコーチが言ってたんやけども、その、いい音鳴らすっていうことは、ボールが動いてないっていうことなんで。ああ、なるほど。だから変な音鳴らし、キャッチャーがそう鳴らすと、ピッチャーがこう動かしてるんで、はい、あのそれがいいボールみたいな。あ、リードでいうと何か違いってありましたか？いや、日本のキャッチャーの方が考えてるなと思います。あ、やっぱ緻密ですか、日本人。緻密や、あのミーティングとかもそうだし。それと上原さん、今までこう投げてきた中で投げやすかったキャッチャーみたいなのってありますか？だからジャイアンツにいた時のキャッチャーみんな投げやすかったけどね。あ、本当ですか。で、新之助もそうだし、はい、村田善さんもそうだし、はい、それこそ小田光平も、はい、小田光平なんか専属キャッチャーみたいなたまになってたからね。あ、まあ、新之助が怪我した時とか、はい、うん、あのこれをまあ見てくれてる、まあ、キャッチャーの人にアドバイスをするなら、はい、投げやすいキャッチャーとはみたいなことってありますか？ピッチャーに聞くべきですね。その組んだ時にどういう構え方をしてほしいとか、はい、うん、例えば膝ついて構えてくれっていうピッチャーもいるし、はい、あの大きく構えてくれとか小さく構えてくれっていうピッチャーも絶対いるんで、はい、その時に組んだピッチャーにきちんとどういう構え方、ああ投手に合わせてを聞いた方がいいと思います。上原さんはどういうキャッチャーが？俺は小さく小さく構えて、構えてくれる人が好きだった。こういう構え方じゃなくて、こういう構え方ですね。的が小さい方が、これ大きくなるじゃなくて、的が小さい方が僕は投げやすかったんで。でも投手によっては大きく構えた方が、もちろん、いや、それは人それぞれですよ。あ、そうなんですね、うん、だから野球に正解はないんだ。正解ないですね。